SNS でお金配りをしてる人を見かけることがあるんですが、もし反社会勢力の関係者に当たったら、そのお金ってそっちに流れるんですよね。そういうのって暴力団の資金源になったと判定されたりしないでしょうかするんじゃないですかだから、お金配りしてる人って僕基本的にバカだと思ってます。そのお金配りって、僕さっきディスったんですけど、あの、物配るのは全然いいと思うんですよ。子供がスイッチ欲しいです。じゃあスイッチあげます。子供喜ぶ。いいじゃないですか。で、お金配るとかって、あの、いくらでも嘘つけるんですよね。 で、あの、お金渡しちゃいけない人にもお金渡せちゃうんですよ。要はその、ヤクザとかってお金渡しちゃいけないんですか。で、今はやってないと思うんですけど、昔個人口座から送ってたっぽいんですよね。某お金配りの人って。で、それって、その個人口座から、暴力団員にお金が渡ったっていう証拠ができちゃうと、会社取引とかの時に、めっちゃトラブルになる可能性があるんですよね。 なので、そういうリスクを感じないのと、あと結局どんな人が本当にお金もらってるのか分かんないっていうので、要は勝手に思い込んで、なんか、そのこういう人なんだろうっていうので、みんないくらでも嘘つけるんですよ。子供の夢のためにこんなことやってますっていう、適当な嘘書いて、DM 送ったらじゃあ100万円みたいな、っていう感じでなんか、いくらでも嘘をつけるのにお金を渡しちゃうっていうのって、嘘つきが得をする社会を作っちゃうと思うので、なのであんまりよろしくないと思うんですよね。 で、なんか本当に授業やってますっていう人に、じゃあ投資をしますとか、じゃあ本当にじゃあその子供にためになんかおもちゃ配ってますだったら、じゃあおもちゃあげればいいじゃんと。で、その嘘ついておもちゃもらってもしょうがないじゃないですか。っていうのがあるので、なのでなんかあんまりこう効率的じゃないんじゃないかなと思ってますけど、はい。 アドバイス参考に仕事頑張ります。そこれで話が変わるのですが、最近 TikTok でお金や甘木不当をばらまく自称富裕層が出現しています。果たして彼ら本当に富裕層なのでしょうか会にお金持ちだとしてもばらまくことは何のメリットがあるのでしょうかトリックをご存知でしたらぜひお見せするぐたいです。えっと、お金ばらまきますって言って、誰にもあげない。で、もしくは、あの、知り合いとか桜のアカウントに送っといて、まあ、送らなくていいんですけど、当選しましたって言ってもらって、あたかも配ってるかのように見せるっていうのをやると、あの、フォロワー増えるんですよね。 なので、あの、フォロワー増やすときにお金配りますって言うと、まあ、あの、お金欲しい人が、あの、日本人とかでもなんか1000万人ぐらい集まるらしいじゃないですか。どうせもらえないのに。っていう感じで、あの、お金配りますって言って人を集めるっていうのは、割とその、あの、やってる人が多いんですよね。で、それで別にあの、お金払ってるかどうかっていうのはちゃんと厳密には調べられないので、で、本 であれば日本ってあのその抽選ですとかって言った場合って一応法律上に抽選で人なんかこれ当たりますよって言った場合って法律があるんですけどそこをあの微妙にかいくぐって脱法的な形でお金配りますよって言ってフォロワーが詰めてたりっていうのがあったりするのでどうかとは思うんですけどただ成功例としては日本でもあるのでなのでもし TikTok とか YouTube とか Twitter とかで増やしたいんだったらあのその脱法行為をやってる人の真似をすればいいんじゃないかなと思います。